予選14位、そして最終的に北京決まるまでなかったですね。苦労がありましたね。そうですね、はい、今改めてどんな思いでしょう。やっぱり二次予選で14位ということで出遅れてしまったんですけど、最終予選で巻き返せて代表になれたので、とても嬉しいです。なるほど。決まった瞬間まず誰に報告したんですか。最初にまずは恩師の先生に報告しました。恩師の先生に、はい、なんて言いました。先生はとりあえず泣いて喋れなかったですね。先生が先に泣いちゃった。はい。そうですか、はい、じゃあもうそれでもらい泣きして。いや僕は泣いてない。あ、泣いてない。あ、そうですか、はい、ブライアンはクールでね、はい、2003年から全日本選手として頑張ってます。これまでの日の丸をつけているお気持ちと今回はオリンピックです。その辺改めてどんなお気持ちでしょう。やっぱりオリンピックは4年に1回なので、うん、まあ、気持ちは今までと変わらないつもりですけど、やっぱり緊張もするだろうし、うん、やっぱかける思いは違ってきていると思います。今もドキドキしてますか。はい。そうですか。